こんにちは。飯田市税務課市民税係の高坂と申します。飯田市が発行している住民票や市民税の納書などの帳票のデザインが変わります。これはシステム更新によるもので、すでにお手元にある帳票についてはそのままご利用いただけます。例えば市民税・県民税の税額決定納税通知書は、以前はこのような濃い青色でしたが、令和4年1月1日以降発行されるものは少し明るい色味になっています。納付書部分も3色の色分けになりました。またこちらの固定資産税・都市計画税納税通知書は、以前と同じ緑色の用紙になりますが、同封されている課税明細書は納付書と同じ大きさになります。なお、このシステム更新作業に伴い、12月28日火曜日は通常午後7時までの市民課時間外窓口が午後5時15分で受付終了となります。住民票の写しや印鑑登録証明書といった一切の業務についてお取り扱いができません。ご迷惑をおかけしますが、必要なお手続きはお早めにお願いします。